皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。明日12月24日はクリスマスイブですが、イブと言いますとプレゼントを、そういう季節になりましたね。しかし今年のですね、クリスマスイブはですね、大変気になる話が国際社会で、振りまかれました。この間ですね、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン最高指導者委員長はですね、いろんなやり取りの中で、対立を深め、北朝鮮の政府はですね、コメントを出しまして、クリスマスに、アメリカがどのようなプレゼントを受け取るかはアメリカの態度次第だというようなですね、非常に挑発的なメッセージを出しております。一方ですね、私が把握しているところでは、ここ一月ほどの間でですね、北朝鮮において、弾道ミサイルのですね、特に長距離の弾道ミサイルの発射準備が進められており、周辺諸国、我が国を含めてですけども、周辺諸国及びアメリカ軍はこれに対する警戒態勢を強めております。情報偵察、あるいはですね、迎撃体制の準備、それからですね、万が一にですね、国民に被害が及ばないための事前の準備などが今取り組まれているところであります。まあ基本的にはですね、政府としてやるべきことはすべてですね、準備され、今不測の事態に備えているというところでありますが、私のところにもでいろんなコメントでですね、国民として大変不安だと、個人としてできることがないのか、何を心得ておくべきかなのかということが声として寄せられております。そこでですね、私自身はもう30年以上にわたってですね、軍事的な問題、安全保障問題について、まあ、国政上の関与も含めてですね、仕事もし、また論評を記事にしたりして、活動してまいりました。1994年のですね、北朝鮮の核危機も経験してきております。その教訓も踏まえてですね、この北朝鮮がプレゼントという言葉に匂わしている弾道ミサイルの問題、この問題について簡単に皆さんに解説をしたいと思います。まずですね、北朝鮮はですね、何のためにこの弾道ミサイルをね、作っているかと。それはですね、今社会主義体制が崩壊したもとでですね、従来、それまでは中国の後ろ盾になっていたですね、ソビエトという国が崩壊し、またですね、そういう、それらの、まあ、社会主義諸国からですね、得る軍事援助、あるいは燃料の援助、その他がですね、途絶えたことにより、通常戦力だけではですね、自国の体制を維持できないと考え、弾道ミサイルというね、一度作ればですね、そこらの周辺の諸国に対して脅威を与えうる、飛び道具を持たなきゃならない。しかも、可能ならば、この弾道部にですね、核弾頭をつける。ということをですね、匂わせながら、周辺諸国からの軍事的圧力を跳ねのけ、同時にですね、自国の体制が崩壊するんじゃないかとい う期待や不安をですね、自国民に持たせないために、核武装路線に突き進んできた。これがですね、1994年以来のですね、北朝鮮の基本的なあり方ですし、これが3代にわたる最高指導者、キム・イルソン、キム・ジョン・イル、キム・ジョンウン、3代の世襲指導者によって、威君政治としてですね、受け継がれてきたものであります。で、この間ですね、90年代からしばしばミサイル発射がされながらですね、北朝鮮のミサイルは発展してまいりました。これは防衛省資料でありますが、当初はですね、非常に初歩的なですね、1950年代から60年代にソビエトで開発されたような短距離弾道ミサイル。まあ弾道ミサイルっていうのは短距離、中距離、長距離という区分があるんですが、だいたい射程が300ないし500キロまでのもの、スカットと西側では呼ばれてますが、これのスカット BC というのはですね、早くから戦力化されてきたわけです。で、それをもとにですね、さらに射程を伸ばした
いわゆるノドンと言われるタイプ、ノドンおよびノドン改良型、これがですね、1300から1500キロの射程になる。さらに、これとまた別枠でですね、まあ多分旧社会新国から技術が漏洩してですね、作られたんであろうと思われますが、旧ソ連製の SLBM 潜水艦発射型ミサイルをベースにしたムス弾というもの、これはですね、射程がおおむね2500から4000ということで、中距離弾道ミサイルが登場してくるわけですね。いくつか潜水艦発射型も含めて出てくるわけですが、中距離弾道ミサイルの登場、これがおおむね2000年までの流れでありますが、その後ですね、90年代の終わりにかけてはですね、テポドンとか呼ばれるものですね、テポドン、あるいはテポドン2と呼ばれるものがですね、ロケット、宇宙ロケットの発射実験と称して発射されてですね、これが大体ですね、射程距離が5000キロから6000、あるいはその際最も改良型で、これはアメリカを一番刺激したテポドン2というタイプは1万キロ以上と言われているわけです。ここにあるのはおそらくムス弾という呼ばれるタイプが移動式の発射サイトに載せられて、北朝鮮における平壌の軍事パレードで、と撮影された写真であります。この下の車両はですね、旧ソ連時代にですね、ミンスク、いわゆるベラルーシで開発された重運搬車両でありますが、これをベースにした起動式のですね、発射するときはこれを垂直に立てるんですが、任意の場所に行って、垂直に立って発射することができる移動式サイト。これはですね、なかなかね、補足が難しいんですね。固定したある程度もう初めから建設されたサイトで作るようになってませんので、これの補足はかなり難しい。こういう形で常時ですね、北朝鮮では50以上はですね、1日あたりこういう移動サイトから発射することができるということになっております。まあここでちょっとまとめてみますとね、弾道ミサイルというのはですね、ほぼ垂直に打ち上げて宇宙空間に出てからですね、ロケット部分を切り離した弾頭が落下してきてですね、目標に到達する。その間ですね、核ミサイルでしたら任意の高度で爆発を起こし、その目的を達成しますし、このミサイルの弾頭っていうのはですね、通常弾頭、これは通常の爆弾ですね、それから化学弾頭、いわゆるケミカルって言いまして、毒ガスとかあるいは体につくと非常に害のあるもの、こういうものを積んでる場合があります。それから生物兵器、例えばうんと卑近なことを言いましたらですね、ペスト菌がですね感染させられた飲みなどを充填したもの、これをですね弾頭に入れて撃つことができるとされております。しかしですね、これでですね、私は今日ですね皆さんに解説したいのは、弾道ミサイルっていうのはですね、すごく能力が限られた非常にですね運用しづらい兵器でもある、したがって威力は限られたものであるということをぜひ認識していただきたいということで、簡単な解説をしたいと思うわけなんですね。つまりですね、弾道ミサイルで実は一番脅威があるのはこの核弾頭であります。おおむねですね、どのですねミサイルもだいたい小さいもので弾頭部分、これいわゆるロケット推進部分と弾頭部分があって、弾頭部分にですね、その威力のあるもの、核兵器とか爆弾であるとか生物兵器、化学兵器を搭載するんでありますが、これ全体が爆弾が入っているわけじゃありません。全体にですね、大体おおむね、上部のこの弾頭部分が250キロから500キロ、今最大のもので1トンがですね、北朝鮮が運用しているミサイルのこの大きさから類推した弾頭の重量であります。現用のですね、例えばアメリカや旧ソ連のですね、核弾頭ですとですね、500キロ内外でですね、十分搭載できるタイプのものがありますし、場合によっては100キロ内外でもあるんですが、現状で、10年前に私がですね、政権党にいるときに情報を得たんですけれども、当時の技術では北朝鮮は重さ約4トンの核弾頭を数十個保有しているという情報が米軍筋からありました。で、米軍筋の見解によりますと、現在使われているですね、これらミサイルの弾頭に搭載する核弾頭を北朝鮮が実用化するには、
あと数年はかかるだろうと言われていたのが2010年ぐらいの時点の話であります。したがって、完成している可能性はあるわけですよね。その後もいろいろ実験やられてますからね。しかしながら現状で数十発あるのは、だいたい4トン前後と言いますから、かつて大東亜戦争の最後にですね、広島や長崎にアメリカ軍が投下したですね、原子爆弾と同じタイプのものが北朝鮮では実用化されていると。したがってまだまだそれを全てをですね、この弾道ミサイルで運ぶことは難しいので、核弾頭が撃たれる蓋然性は今日のところは非常に低いということができます。ましてですね、今回ですね、一種の脅しとしてですね、撃とうとしているわけですから、弾頭を何かですね、実用的なものを積むということはまずないだろうと言われております。で、ここでもう一つ申したいのはですね、じゃあ他の兵器、通常弾頭、化学弾頭、生物弾頭を積んだ場合どうなるかということですが、通常弾頭はですね、今申しましたように250キロから500キロ、重いものでも1トン程度の通常爆弾が落ちたのと同じような効果でありまして、これは航空機が搭載してきて落とすのが一番効率的であるわけですから、お金をかけてやる一発送り込むことで、本当に不幸な事態で市街地に落ちた場合はですね、それはその地域の損害がかなり出ることは見込まれますが、例えば大都市部で出た場合、大東亜戦争の時とはちょっとね、被害がですね、限定される。なぜかというと今、比較的ですね、建物の構造が堅固になりまして、昔ですと焼け野原になってしまったんですが、通常弾頭でですね、なぎ倒されるような家っていうのはマンションも含めてあまりないんですね。したがって堅固な建物の中に、所在している住民はですね、窓ガラスなんか割れて怪我するということを除けばですね、かなりですね、守られる可能性は高いということです。通常弾頭は非常にこの効果が限られるし、山なんかに落ちても山火事を起こすぐらいの話であります。また化学弾頭、生物弾頭ですが、化学兵器で一番恐れられるのは毒ガス兵器です。毒ガス兵器、主に実用化されているものは今いくつかありますけれども、主要にはですね、サリンガスと VX ガスがあります。で、サリンガスというのは意外と気化してからですね、20分から1時間以内にはですね、無害化してしまうんですね。空中にあるですね、水分とかその他とですね、化学反応を起こしてですね、毒性が急速に減る。一方 VX ってのは非常に安定しまして重いものですから、もしですね、都市部に VX ガスを充填した弾頭が落下した場合ですね、その周辺地域は、かなりですね、重たい気体になってですね、周囲に漂ったり、あるいは周辺にですね、液体状に飛び散ってですね、汚染したものは、触ると大変危険です。皮膚からも浸透しますし、吸い込んだら、絶命は、避けられません。しかしながらですね、この VX ってのは高いところには行かないという特性がありまして、例えば高層ビルの上階に避難した場合、かなりの確率でですね、防毒面などなくてもですね、この害から避けられるということがあります。しかもですね、弾道ミサイルでこの化学兵器を散布するというのは非常にですね、非効率なことでありまして、通常はですね、農薬散布用の UAV、無人機などを使ってですね、ゾル配布、ゾルでこうですね、噴射する。いわゆるあれですよね、スプレー噴射と同じ原理で、ずっと飛行しながら撒いていく。こういうことでないとなかなか有効でないんですね。ですから弾道ミサイルで使うには非常にこれは有効性は限られているということであります。ただこれは核に次いで危険性は高いものであることは確か。生物兵器はもっとですね、蓋然性低くてですね、今最大の課題はですね、発射時にこれ4トンぐらいの圧力が物体みんなかかるんですね。その際ですね、細菌とかのみというのはですね、死滅する可能性が高いんです。高温高圧になるということで、生物兵器がですね、生存状況のままですね、落ちてきて汚染をするっていう、しかも広がりはですね、ごく限定的ですから、その地域にですね、すぐですね、NBC 対処の自衛隊部隊が対処すれば、短期間にですね、危険性は除去することができます。これは両方とも言えるんですね。対処能力非常に日本の自衛隊高いですから、落下地点がはっきりすればですね、住民が不用意に近づかない限り、自衛隊によってですね、危険性は早期に除去されるというものであります。したがってですね、この弾道ミサイルが万が一ですね、弾頭をつけて、落下した場合も、
必要以上に恐れることはない。むしろ恐れることを狙って撃ってるのが北朝鮮であると。この北朝鮮の狙いに国民が乗らないためにですね、こういう正しいですね、今まで避けられていた軍事知識についてはですね、普及をしてですね、弾道ミサイルについても皆さんの正しい認識を持っていただきたいと思います。で、今の政策的な問題で、もう少し言及しておきます。我が国はこういう弾道ミサイル、しかしながら、恐れるに足らないとは言ってもですね、きちんとこれは迎撃していくということはですね、国家意思として、こうした攻撃を許さないということを示す上でも大事なことであります。我が国はですね、迎撃ミサイルのシステムをですね、二つのシステムで、体制整備し、現在ですね、これを迎撃する体制を持っております。一つはイージス艦ですね。海上自衛隊が持っている、今6隻体制だと思いますけど、2隻ずつローテーションでですね、予備と、それから、いわゆる整備中のものと、それから実動と、で、西日本、東日本、それぞれですね、1隻ずつのイージス艦がカバーしてですね、かなり高い航空、いわゆるその宇宙空間上でですね、飛翔中の、飛翔し落ちてくる弾道を迎撃する、ミサイルを SM-3 というミサイルをですね、準備して、迎撃体制に現在もついていると思われます。で、それをですね、さらに打ち漏らしを打つためにですね、用地には PAC-3 というね、地上配備型の多用途防空システムミサイルが準備されております。で、それぞれですね、一発の弾道ミサイルに対して2発ないし3発ですね、使って迎撃するという体制で、万全の体制を図ろうとしていますが、しかし我が国の今の体制で、これは私は公の人間ではない、どちらかというと評論家の立場で、弱点も指摘しなきゃならない立場で、言いますと、飽和攻撃には対処が困難です。同時にですね、数十発撃ってくるとか、あるいはですね、継続して何百発も撃ってくるという時には、日本はですね、弾数が十分ありません。したがって、撃ち漏らしが出てくる。そうするとですね、国民はですね、この弾道ミサイル攻撃を受けた際はですね、冷静にですね、この落下を前提にですね、避難する。避難し自分で、自分の身を守るという、そういう心構えも必要になってくるということが言えます。この飽和攻撃を許さないためのシステムを構築しろという点は、まずそのシステム全体をですね、大規模にしていくか、あるいはですね、発言地攻撃ですね、いわゆる攻撃前に攻撃を察知したら事前攻撃をして、その攻撃の数を減らすと。いうことも考えうるんですが、先に申しましたように、この移動式サイトというのは、事前察知とですね、発射位置の特定というのは難しいものですから、米軍もですね、過去の戦争、例えば湾岸戦争などではですね、この発射地点を特定して、これを発射前に、破壊することには成功しておりません。そういう点ではですね、その時よりも地表に対するですね監視力は米軍及び日本も含めて偵察衛星情報あるいは飛行しているですね無人偵察機の情報で対処する能力は高まってはいるというものもですね、飽和攻撃に十分に対処するには莫大な軍事費もかかることも含めてですねまだ現実的ではないというのが今日の状況です。ちなみに数値的なデータで言いますと現状では米軍によるとこのような形で戦力化されている、もう発射体制に移れるための準備がされている弾道ミサイルは、北朝鮮においては、この辺の短距離ミサイル、中距離ミサイルまでを中心に300発前後があると。で、日本においてはですね、おおむね3000キロ、中距離ミサイルのレベルで、射程内に全領土が収まります。またこのスカッド型のですね、せいぜいが500とか、あるいは、ノドン型の1000キロ程度でも、日本地域まではですね、カバーされるということであります。現実にですね、北朝鮮が実験と称して撃った、弾道ミサイル実験では、過去ですね、青森県の三沢を越えて太平洋側に落ちたり、あるいは南西諸島、沖縄方面を越えて、太平洋側に落ちるという事態も、現に発生しております。その点ではですね、北朝鮮のミサイル脅威っていうのはかなりね、日本を脅かしているのは確か、なんですね。で、この300発の攻撃に対して、日本の今の現状の体制で私が計算しましたところ、これは秘密でも何でもないんで、国民が議論して必要な体制を取るために知るべきですが、大体300発を北朝鮮が
全部打つには1週間かかります。1週間のうちおよそ2日半で、日本の迎撃ミサイルは底をつきます。これをですね、直ちに融通してアメリカから譲り受けるにも1週間かかるという点ではですね、最初の3日間の勝負で、あらゆる他の努力も含めてやめさせることをしない限り、北朝鮮が撃つ条件がある限り、残り4日から5日間は北朝鮮のミサイル攻撃が防げないという状況が現実であります。じゃあその弾道ミサイルについての十分不十分な対処状況も踏まえてですね、今 J アラートがね、全国体制になっております。皆さんに警報を出してですね、もうすでにいろんな形で自治体も通じて避難の仕方あるいは対処の仕方が皆さんに通達されていると思いますが、この時どう行動するかという心得だけ申しておきます。まずはですね、皆さんこの弾道ミサイルというものをですね、過度に恐れずですね、その能力の限界も知りですね、冷静に対処していただきたいということであります。パニックになるのは一番いけません。で、何よりもこれ心の中に叩き込んでいただきたいのは、まず第一撃を受けた時に堅固なですね、鉄筋コンクリートの建物やあるいは地下街におられる方はほぼ安全だと思ってください。ただし鉄筋コンクリート建物及び高層の建物の避難をされた際に心得るべきは、窓ガラスの近くには寄らない、あるいは窓ガラスと直接ですね面するようにならないように、何かそれを遮るような壁の向こう側にいるとか、場合によってはですね、家具や机の下に入るとか、そういう対処が必要になる。考えうることはですね、ぜひ合理的に行っていただき、その避難後ですね、一撃を受けた後ですね、むやみに動かないことも大事です。次の行動については必ずですね、自衛隊ないし、行政当局から指示がありますので、それまで動かない。場合によってはですね、VX ガスなどの汚染がされた場合、高層ビルの中にいれば安全ですが、不用意に、下層階に降りて外に出るとすぐにやられてしまいます。まあそういう点も考えてですね、冷静に合理的に落ち着いて指示を待って動いていただければ、命が危うくなる可能性は低い。それが弾道ミサイルに、よる攻撃への対処の基本だということを踏まえていただければと思います。今日は非常に、まあある意味で現実的な脅威の話をしましたが、皆さんにおかれてはですね、ぜひ、これをこの機会に心に置かれて、行かれることを望んでおります。ぜひ皆さん、今後とも私はこういう、なかなか普通のマスコミで伝えないことも伝えていきたいと思いますので、応援の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。